参画数学力を上げる好み塾園塾講師です。3ヶ月で成績アップの意味について話をしておきますけども、この塾どうしてそんなに、違いがあるのかというところなんですけども、この2つです。授業の定型化と解き方の公式化ですから、特に悩むわけではなく、トントントンってトントン拍子でいけるということですね。授業大きく2つに分かれます。1つは概論、どんな人が書いているのかな、どんなことを書きそうなのかなっていうのを大体類型化します。だからジャンルがすぐ分かるわけですよね。さあ、それが分かった上で、各論、各一個一個の問1と2を解いていくんですね。問1と2を解いていくときに公式を使います。あ、こうやって解けばいいんだっていう公式があるから、トントントンって解いていけるんですね。はい、そういうふうに授業を定型化し、解き方を公式化するんで、トントントンって上がっていくんです。さあ、これで皆さん頑張って学力を上げていきましょう。